はい、というわけで私はですね、こちらジムの前にやってまいりました。いやーね、ロナルド・レーガンの中のジムは一体どんな感じになっているのかというので、筋肉取材させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、おお、こんな感じになってるんですね。どうもよろしくお願いいたします。いやーね、すごい、まずこうドンとありますけれども、じゃあちょっとまず聞いてみましょうか、いろいろとね。はい、Okay, this is the gym. Yes, this is our Ronald's gym, named after the Ronald Reagan. And we have six gyms on board. This is just one of them. Six gym you have? Yes. 6個ジムがあるということで。How big is this to compare other one? They're about the same size. They all have about some weightlifting equipment. They also have cardio as well. あ、じゃあそのカーディオっぽい場所もあるし、ウェイトリフティングっぽいのもあると。This is a weight room. No. Yes.Yeah. Yes, a little bit of cardio. Little bit cardio. Yeah. Okay, so do you open 24 hours or? Yes, yes. When we're out to sea, it's open for the crew at all times. Oh, なるほど。すごいですね。ここで皆さん鍛えられてるということで、ね。じゃあちょっといろいろ、can I take a look? Yes, each part? Yes, of course. First, I would like to look at the dumbbell area.これですよ。まずダンベルエリアがね、ドンと入ってきて、ここに、まあ、シート2台あって、このショルダープレスとかできるね、そういったシートもあります。で、このダンベルがね、びっくりしました。まあここから軽いものからでいうと5ポンド約ね、2キロぐらいのダンベルから始まってずらっと並んでおります。ずらっとこっちの方見てください。並んでおりまして、3段になってます。で、細かく重さが分かれて、そして最後これですよ。ここ見てください。これポンドなんですけども、150ポンドということで約67キロ68キロになります。いや、ちょっと待って、これ普通のジムでもなかなかね、70キロクラスっていうのは置いてないんですけれども、いや、これすごいですよ。うわ、このダンベル久しぶりに見ました。いや、いいですね。ダンベルがまずめちゃくちゃ充実してます。はい、そしてこっちの方見させてもらっていいですか。 で奥にはカーディオということで、ランニングマシンが4台置いてあります。はい、でその前にはこちら、これもありますかね。これまあ、ティーバーローイングのね、このまま寝てこうやって行うやつですよ。はい、でずらっと見たら、メーカーはホイストが置いてあります。いいですね、このね感じの、やっぱこう船の中ですので、天井がね、サイズが決まってるんでしょうか、ね、普通なんかアメリカのジムだったらもうドカーンとでかくて天井が高くてみたいな感じなんですけども、やはりここは館内ということで、ね、こうやってサイズは決まっておりますけれども、ちょっとどんなマシンがあるか一台一台見させてもらいましょうか。はい、まずはじゃあこっちのあたりから行ったらいいのかな。はい、これまずはホイストの、これ背中のマシン、これまずホイストの背中のマシン、そしてこれローイングもできるんですかね。はい、ちょっとこれで、あ、これあれ、ちょっと待ってください。もうまずセッティング、これ今セッティングされてありました。誰か使ってたんでしょうか。210ポンド95キロ、いきなり95キロにセッティングされております。なかなか上がりませんでした。とんでもないマッチョが使ってたんでしょう。これちょっとやらせてもらっていいですか。うわー、いや、いいですね、このホイストのマシン。まあ、この世代的に言ったら1個か2個前の世代になると思います。というのは、今ホイストのマシンはね、この上からこのプルダウンで引いたりするとシートが上がっていくようなデザインがあるんですけども、その1個か2個前のデザイン。でもね、これがね、新しいからいいっていうわけじゃないんですよ。これローイングまで、うわっ、あ、これローイングまでできる、これいいですね。うわ、効くなこれ。はい、僕もね、やっぱりマシン的にはやや世代の前のマシンっていうのはシンプルに作られてますので、すごくいいんですよ。なんか最新になればね、いいところもあるんですけれども、安全性とかがよりね、考慮されてちょっと効きにくくなってるマシンも多いんです。だからこの世代の頃のマシンっていうのはめちゃくちゃ貴重でいいんですよ。そしてこちらが
ホイストのこれはアームカール、これもやったことないですね。ちょっとやってみていいですか。うわ、なるほど、はい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 、これいいですね、効きますね。うわ、めちゃくちゃ嬉しい。なんかこれ使わせてもらってるの、こんなことないですよ。ドナルド・レーガンの中のジムで今やらせていただいております。そしてうわ、ショルダープレスだ。やっぱもういいですね、このなんかこの世代の頃のマシンっていいですね、これ。うわうわ、これあ、いいですね、角度がちょっと前に入る、めちゃくちゃやりやすい。このちょっとね、横から見たらこう前に行く感じ、この真上よりも、これでもすごくいいですよ。うわうわ、これ抜けないな、上から下まで抜けない。あうわ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいぞこれ。そしてこちらがベンチプレス台が置いてあります。はい、ね、こちら2台ありまして、1台はインクライン、インクラインのベンチプレスあって、でここバックエクステンションのマシーンがありまして、はい、でこっちの方はこれで腹筋をしたりね、レッグレイズできたり。あ、これだ、ケーブルマシーンはサイベックスです。サイベックスのケーブルマシーンで、アタッチメントもいろいろありますね。ね、ここ細かく、まあプレスダウンもできるアタッチメントで、ケーブルクロスオーバーできたり、ロープあったりとね、いろいろありまして、あ、でここもあるんだ、これこれですよ、ヘックスバーって言って、これ見たことありますか。はい、もうこのまま中に入ってこうデッドリフトとか行う時のこの腰に負担がかからないようになるマシン、これ大谷翔平選手もこれやってまして、なんと大谷翔平選手ね、これで250キロぐらいでやります。いや、いいですね、よいしょ。で、なんかこういうのいいですね、ここね。あ、そうだ、ここジムだけれどもドナルド・レーガンの中にいるんだっていう、こう船の中にいる感じの雰囲気、最高ですね。面白いな、これは。いや、そしてここにチェストフライ、チェストプレスのマシンですか。ね、もう大体重さがもう結構な重いところにセットされてます。いや、これだからいろいろ一通りできるわけですよ。はい。あ、これハンマーストレングス。ハンマーストレングスのスタンディングカーフ。これちょっとやったことないからやってみていいですか。ちょっとどんな角度で入るのか、ちょっとやってみます。おお、あ、なるほど。いや、これ面白いな、いいですね。はい、これ足の置く位置がね、もうすごい面積狭いんで、もう本当にそれだけでここが支点になりますので、この狭い中に乗せる感じで、だからしっかりとピンポイントにこのカーフに入ってきます。これもやりやすいんだ、面白いな、いいですね。さあ、そしてこれレッグエクステンションね、ありまして、でここまあシットアップ、腹筋がするような台で、ここハンマーストレングスかな、これはプレート式のチェストプレスト、はいはい、もう一通り全部できますね、もちろん。あ、で中こちら、そうか、こちらはハンマーストレングスのレッグカールがあって、そしてレッグプレスト、はい。あら、この音は What's the sounds? この音は何ですか。 That's the ship's bell. Ship's bell. Yes, it rings every 30 minutes. And the number of times the bell rings tells you what time of day it is. あ、30分おきにベルが鳴って、で何を意味するんですか。 What does it mean? It rings seven times. So you'll hear the bell, three rounds of two bells. So two bells, two bells, two bells, and one bell. A total of seven bells will ring, and that tells you that it's 11:30. そういう音の数によって今の時間が分かるようになっていると。So this is how we tell time on the ship without having to look at a clock or a watch. You can understand that what time is it now?なるほど、音で時間も把握できると。
ね、なるほど。Thank you. Yeah, and it's just another reminder of that you're on a Navy vessel. Navy bus? On an aircraft carrier, on a ship. あ、そういうのもちゃんとリマインダーということですね。船に乗ってるよと思い出せるように30分に1回ぐらい。ね、そういうことかもしれない。Thank you. なるほど。いや、ここでね、一通りトレーニングができるようになってると。だこういったジムが6つあるって言われてましたからね。で、そのカーディオによったマシエリアもあったり、フリーウェイトとかマシーンのエリアが専門のジムとか、そういうところに分かれてると。なるほど、面白いですね。じゃあ皆さんもここでじゃあいろいろねトレーニングされてると思いますが、こういった施設で皆さん鍛えられた筋肉はどんなものかっていうのをですね、この後なんとベンチプレス対決も待っておりますので、そちらの方に行きたいと思います。